今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネーム野村の息子さん、27歳。くんいちさんへ。いつもラジオを拝聴させていただいています。僕はニューヨークに留学していたのですが、コロナの影響により少し早く帰国しました。コロナ禍の中、僕は日本国内を気にしながら、なんとなく SNS でニューヨークも気にしていたのですが、僕が尊敬する人に教えていただいたロアイーストサイドのフォーヤさんだったり、昔からあるバーだったり、自分が留学していた時に行っていたお店が次々と潰れていくのを見て、すごく胸が苦しくなる反面、本当コロナは嫌だなと思います。ニューヨークの仲間に連絡を取っても同じ思いをしていると言っていました。コロナが終わり、また昔のように行けるようになっても、思い出の店がないのかと思うと少し胸が苦しくなります。くんいちさんはニューヨークでいつも行っていた思い出のお店とかバーとかありますか？あったら教えてほしいです。リクエストはそんなニューヨークの思い出の曲、 Tears for Fears の Everybody Wants to Rule the World をお願いします。ありがとうございます。ラジオネームが野村の息子、年齢が27、ニューヨークに留学していて、リクエスト曲が Tears for Fears って、でもこれ一人しかいないんですけども、周平くんですね。ありがとうございます。周平くんと仮定して言いますけど、確かにすごく僕も連絡取りましたけど、ニューヨークにいてコロナがひどい時に僕はどうしようって本当に悩んでまして、っていうのも多分3日に1回しか外に出ないで、必要品を買ってずっと部屋の中に閉じこもってるのが多分何週間も続いたんじゃないんでしょうか。近くの角に冷凍車が止まって、回収しきれない遺体をそこで保存する、そんなひどい時期でした。でニューヨークに留学するっていうのを彼はもう行く1年以上前から準備してましたからね。こう仕事減らして、生まれて初めて住む海外で、そんな彼が向こうに行って楽しそうに学校行ったり友達ができたっていうのを見ていたんですけども、まさか最後があんな状態のニューヨークからほぼ脱出みたいな感じで帰ってくるっていうふうには思わなかったんですけども、まあニューヨークはもう 30% の飲食店が潰れたという話を聞いてます。僕が次戻った時に何年、いやもう10年以上行ってた店で何軒残ってるのかっていうのを知るのが怖いぐらいなんですけども、思い出のバーといえばですね、イヤーインっていうニューヨークで2番目、もしかしたらアメリカでも2番目に古いバーというかパブがあるんですよ。もう床が傾いてる1800年代にできた店で、床におがくずが敷いてあるっていう、もうクラシックなパブですけど、いろんな人が集まって、そこで何十年飲んでるじいさんから若いバイカーまでいて、薄明るい時間からみんなが大きいパイントグラスで飲むっていうのがすごく好きだったんですけど、まだなくなってなかったらぜひ夕焼け前にイヤーインに行って飲みたいなと思います。そして Tears for Fears、今日はですね、ニューヨークを代表するラッパーの一人でもあるナスがサンプリングして作った曲 Rule をかけたいと思います。